ままずは岐阜の町で聞いてみました織田信長豊臣秀吉徳川家康の三英傑で好きなのは誰信長ですね岐阜に育ったんで、えー、岐阜城があるところでやっぱり織田信長です。岐阜市にゆかりがあるとか印象的に見た目とかも全部合わせて好きです。 尾田宗長です。岐阜を中心にこう日本全国に羽ばたいていったところがあると思うので、岐阜を作ってくれた人かなって思ってます。岐阜の人にとって信長は大きな存在のようです。そもそも信長と岐阜とはどのような関係があるのでしょうか。歴史に詳しい内堀信夫さんを直撃。内堀さんの名刺。<laughs> せっかく信長になってます。ね、ええ、そうなんです。まあ、やっぱり岐阜といえば信長ですので。岐阜といえば信長。そこにはある根拠が。信長がここで始めたことっていうのが、実はあの日本のあの歴史のスタートにまあ、経済政策でもそうですし、街をですね。作って街を元気にするとか。 思い切って言っちゃうと岐阜が始まりだと、えー、愛知の方にはちょっとあれですけれどもまあ,あ私はそう思っておりますすると内堀さんとある場所へ、はいえー、ここがですね織田信長ゆかりの円徳寺、えー、信長がですね楽一楽座日本の経済振興のスタートはここだという、えー、そういうお寺になります 税を免除し誰でも自由に商売できるようにした楽市楽座、円徳寺はその発祥の地と言われています楽市楽座など柔軟な町づくりを行った結果岐阜城の城下町は国内有数の都市へと発展その街路などの骨格は現在の町づくりにも受け継がれているといいます 経済振興を第一にするっていうことだとだ思うんです。あのよく自分の利益だけ考えてる人もあるかもしれないけど信長の場合はやっぱりどれだけ,け経済発展させるかっていうことをすごい考えていた人だと思いますので画期的なんじゃないかなと,庶民のためにたと思い思ますねまたこちらの寺ではこの金が小んの,も,のもらったすり替えです。 寺にに寄贈された釣金には信長公と記されています信長は岐阜城の城主としてこの地で10年ほど過ごす中で力をつけていきかの有名な長篠の戦いで勝利世にその名を轟かせたのです。 市内にある葬福寺。え、これは信長公と信忠公のお墓です。長男とともにこの地に眠り、岐阜の発展を見守っています。内堀さんにとっても信長は大きな存在のようで、岐阜市で仕事をしていると、もうすべて信長に関わってきますので、時々。 喋っていると、つい、あの、自分がなんか、あの、その時代の人間になったような気持ちになってしまうような存在ですね。私の人生そのもの、岐阜市民の夢そのものなんじゃないかなというふうに、あの、思ってます。うん、人生そのものという言葉、印象的ですよね。信長愛に溢れてましたね。ね<ー>まあ、本当に岐阜といえば信長、信長といえば岐阜という感じで、地元の方はやっぱり思ってらっしゃるんでしょうね。 そうですね結構、愛知の方もあの信長、うちだと思っている方いらっしゃるようですけども、はい、でもあの、愛知には家康がいるわけですしです、ね、私のこの大阪には秀吉がいるわけですから、はい、3人みんなで分け合ってというのはいいですね。岐阜と信長のつながりが分かったところで、うん、続いてはこちらです。はい、はい そもそも、うん、岐阜信長まつりとは何かですねその歴史や意義を取材していますすると意外な一面も見えました、うん、岐阜信長まつりはどのようなお祭りなのか地元柳瀬商店街の林浩一理事長に聞きましたあもともと春にあるあの岐阜まつりのおまけみたいな感じから始まった実はおまけで始まったといいます およそ70年前の1953年毎年春に行われている岐阜まつりに花を添えようと騎馬武者行列が行われたことが発端でした記念行事という位置づけに過ぎなかったのですがいざ始まってみると想像を超える集客がそこに市が目をつけたといいます 商業祭としてそこに目をつけてあの新しくお祭りとしてしたこれは商業振興のためのお祭りなんですもともとはね4年後の1957年に騎馬武者行列は独立岐阜の街づくりに貢献した織田信長を讃えるをテーマに騎馬武者行列で全国から集客を図り街の発展につなげようと市は考えたのです この信長祭りに乗っかって、うん、また、うん、それぞれの商売がうまく、ね、転がっていくように発展していくようにそういう流れが、ね、すごくいいと思いますよ。